皆さんこんにちは、大橋デッサン研究所の大橋です。初心者デッサン講座、今日はね、ドールのアップルジュースをね、書いております、はい。ちょっとね、カメラのアングルがね、さっき夢中になって書いてたらね、だいぶこうなっちゃってたんで、ここが開いて見えちゃいますけど、実際はね、こんな感じなんですよ。なんで、ここは閉じるようにね、してください。はい、まっすぐかね、ほんのちょっと閉じる感じです。まあ、ほぼまっすぐですけどね、開いちゃわないようにして、ちょっとね、時々書く都合上、こうやってやらないといけない時があってね、ちょっとずれ、歪んで見えてますけど、まあ、ちょっとね、時々確認しながらいきます。はい。じゃあ、ここから B にね、して、中身をね、書いていきましょう。うん。まあ、後のね、とこはね、少し調節しながら、微調節しながらね、またやっていきますんで、とりあえずね、まあ、いつも通り形をね。で、今日はね、箱なんでね、すごく角張ってますからね、ちょっと、いきなり細く切っちゃっていいですか、ここの角ですよね、この角を立てていって、書いてあげる感じです。もうここの角からいきなり広角回が書く感じですよね、形をしっかりカーブを考えてね、まあ、角張ってるんだけど、丸めてあるんで、丸めてあるように、角を丸めてね、これが稜線ですよね。今日は稜線はね、もう分かりやすい稜線みたいな感じでね、もう角張ってるんですごく分かりやすい稜線になります。はい、でロゴは全くプリント物なんで、全く印刷のところは無視して書いていってください。形を書く感じなんで、全部突っ切って書く感じですね。でここでね、どうしても初心者の人はいきなりこの色を書いていっちゃったりするんですけど、もう全然違いますよね、気をつけてくださいね。まあ、色は便宜的に最初輪郭線取りましたけど、形がの方が重要なんでね、特に形がまあね、意外とね、甘く見ないようにね、気をつけてください。ここはね、へっこんでるんですよ、こう、くっつけてあるんでね、へっこんでるんで、ちょっとこっちカーブに少しこう湾曲した感じになります。でここら辺は割と張ってるんで、割と逆にこっちに膨らんでるぐらいの感じですよね、まあほぼまっすぐぐらいな感じで、こうね、まっすぐぐらいな感じで、最後でこうぐるっと丸まる感じ。ちょっと骨組みのね、線を考えてあげて、最後の形状がどうなってるかですね、ここも最後でこうね、こうカクッと下に、まあ、巻き込んできますけど、どれぐらいかっていうところですね。これも結構巻いてますよね、ここね、最後ね、こう巻いてくるよっていう感じ。ここはちょっとこう押されてるんで、へっこんできますんで、ここはへっこんでるよっていうのをね、しっかり押されてる感じ。ここもちょっとこうなってね、上向いてくるんでね、なんかこう、わかるかな、こう、近くで、こうギュッと押した感じですよね。こうなって、こうギュッと押して、膨らんで、ここがギュッと押してある、こっちに圧力が張ってるんで、くっつけてあるんで、くっつけてある分、ここがちょっとへっこむわけですよね。こういう風にね。まあ、こういうなんてことないやつですよね。まあ、ここもそうですけど、ちょっとこうへっこむわけですよ。でね、これがリアリティなんでね。なんで、ドールのこの字がどうのこうのというよりね、こういう、まあ、紙パックなんでね、まあそういう缶とかと違って、少しこういう不定期な紙なんで、少し押されてくることによる形状がこう、まあここもそうですよね、ここへっこんでギュッと押されてるんで、こう一回上がって、ここに角があって丸まってくるってことですよ。これが結構丸まってこうカーブしてきますよね。少し細かいですけど、この形状をしっかり、考えてですね、この形状をね、しっかり考えて、こうなって、ここのね、角っこに来るよってことですよね、ここから今度は水平に入ってくるよってことです、水平がちょっと落っこってますよね、ここにめり込んで入ってくるんでね、ここでちょっとこう落っこってめり込んで入ってくる感じです。そうするとここでちょっと空洞ができますよね、ここはピタッとくっついてて、ここはちょっと空洞ができてる感じです。ここはちょっとえぐれてるんでね、少し空洞ができてる感じです。ここにちょっと指が引っかかるような感じね、まあ毎回こう説明してますけど、そんなとこまで描くわけみたいな感じのね、そういうことをやるのが絵なんでね、人がもう呆れるぐらいの、そこまでやるかみたいなね、そこまで見るかみたいなところが大事なんでね、そういうなんてことないことをね、やっていってください。ですね。で、ここからちょっとへっこんで入ってきますよね。もちろんこのドールのね、ロゴを崩さないようにしてくださいね。なんで、軽くでいいです。本当に軽くね。ちょっとへっこみカーブになって、
でここら辺で垂直になってここら辺でちょっと浮いてきますよね、うん、こんな感じです、うん、基準線で言うとね、うん、こんな構造の線入れるとこんな感じです、うん、これ把握ですよね。ちょっとへっこんでるよっていうやつね。ここはほんのちょっとへっこみですね。へっこみカーブを入れてあげて下の方は割と平らになってきて、ここら辺になるともう完全に ほぼ平らでいいですね。ほぼ割とピッチリした綺麗な箱状の感じになります、うん、ここも最後巻いてるんでね、うん、ここが巻いてる感じです、うん、ここもちょっとねこうなってて、まあ、少し大げさでもいいんでね、うん、あごめんなさい全然映ってなかった、はい、油断しました、はい、こうね、こうなってちょっと浮いてる感じですね。ここら辺は割と箱っぽい感じです。まあ、例えばここはちょっとえぐれてますよっていうのをね、うん、この特にこの辺ですよね、えぐれがね強いのはね、リンゴの上あたりが多分ね、割とね、皆さんスーパーでねこれもし買ってきたら、別にねアップルじゃなくて何でもいいですよ、うん、何でもいいんだけど、この形状もね、こんなじゃなドールのこの紙パックのやつはだいたいこんな感じになってるはずなんでね。うん、これだけってことはないですから、そう、ね、まあちょっと飲んじゃってここにストローを刺してもいいですよね。ストローを刺してあのなんていうの、飲んじゃった後の、やつを書いてもいいですよね、はい、でここは稜線なんでね、ここの暗いのこっち暗い面なんで、まあ、ちょっとここ暗いのを刺してあげて形を起こしていきます。はい、うん、大体入りましたよね全部ね、うん、形を確認して特に縁のね巻きのところを確認してください。で今回はまあちょっとここがハイライトですけど、別に金属とかねガラスではないんでそんなにビカッとは光らないんでね、全部一応一通りつけちゃう感じですね。多分ロゴを怖がらないでください。ロゴを怖がらないで上からつけちゃう感じですね、うん、こんな感じね、はい、じゃあちょっと今ね引いてで、形を描いて床を描いてますね、うん、ここまで来たら床を描いていく感じですね、うん、床をやっていく感じね。まあこの辺まで来ますよね影がね、うんうん、これも一通りね練習していってあげて、こう影が上がってきてここで曲がってでこの辺までね、結構これいきますからね、うん、これね意外とこれ短くやっちゃいがちなんで、これ意外とここまでいくんでね、うん、この右下のこの辺までだなって感じね、うん、これ1個分ぐらいあるなとかね、うん、いちいち測ってくださいね、うん、何個分あるかっていうか、要するにこれだけ見てこれ見ないでこれだけ書くとすぐ間違えちゃうってことです、うん、大事なのはね位置だとか濃さだとかこのキャラクターの違いですよね、うん、今日もねもちろんね、まあ いつも言ってますけど床を制するものは、このね生物を制するなんでね、うん、床に置いてあるんで床置きのね床の影をしっかり、特にここで狭い影出てきますよね、うん、少しまあ光源は皆さんねそれぞれ違うと思いますんで、自分の光源に合ったようにしていってください。うん、こっちに薄い影が出てきますね、うん、あとここにね乱反射してちょっと艶があるんでね、艶があるんでここになんか乱反射したなんかこういう光がね、うん、光というかこの映り込みですよね。この映ったのがこっちに、照り返しが床に入ってるんで少しここら辺がピンクっぽくなってね、僕の場合はちょっとトーンがつくんでね、ここら辺もだからうっすらね、反射の反射これがね、照り返しがここに入るんで多少ここら辺もねつきますんで、うん、まあ何もないって真っ白けにしないとですね、うん、まあ、これの周辺も 薄いんだけど影がねほとんど見えないですけどね、うん、見えないような影が入ってるんだよってことです。まあ特にね これが濃いんで、うん、濃い影は追いつかれちゃったら足していってあげると、ですよね、うん、これでまあ少し、右に影が入ったんで、左上から光が差してる感じになってきました、うん、はい、じゃあ引き続き前後を取ってね、うん、前を取っていって、これをね加えていきましょう、うん、ここをね最速で仕上げちゃう感じですね。まあ、まだね B でやってます、はい、
今日もまたね細かいね白抜きがいっぱい出てきますので、それをねしっかりやるのと、まあ稜線をこうやってね出してあげて稜線取りですね、うん、あとこの紙パックがいちいち角が丸いんでカクッとやらないことね、うん、カクッとやっていいのはここの断面のところだけです、うん、全部紙パック丸めてあるんで丸めてある形状を拾っていう感じですね。ここがずっと分かりますかね、うん、こんな感じで、ね、ここは丸めてあるんでここをビシャッと切りすぎないようにね気をつけてください、うん、でこれもね、無視してね、なるべくこの輪郭線みたいのはこう横断するように横断するようになんか消す感じで描いてる感じですね、うん、消す感じでね、はい、うん、基本はみんなリンゴとかね野菜と同じです。はい、で僕はちょっと左側から光が入っ少し強く入ってるんで右斜面の方が暗いんで右斜面の暗さを、ずっとね追ってきます。はい、ね、だんだん、輪郭線がね消えてきますけど、あのもうちょっとで消えちゃうなってとこまでね行く感じですね。こう形状を大事にしていってください。慣れてくればねもっとガンガンつけていってもういいんですけどね、あの慣れてくればね、うん、まあまあゆっくりゆっくりこんな感じで、溜めていってあげるといいですね、うん、どん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 、上の面になるんで上の面はね、うん、あのすごく丁寧につけておいてください、うん、軽く1回つけるぐらいでいいですね、うん、でこっちは立ってるんでねまあ割とグイグイいっちゃっていいですけどね、うん、あんまり寝かせないようにね気をつけてください。立ててそうですね、少し線を利かしてね、うん、あのザラザラっとしすぎないように少し細い線を束ねていって、まあ、心の辺の形状ですよね、少しえぐれるんでね少しだけえぐれてますよっていう形状を、こういう形状ですね、こういうえぐれてる形状、大げさに言うとこういうえぐれてる形状ね、うん、ここら辺はあまりえぐれないですけどね、うん、ずーっと溜めていきましょう、うん、まあここら辺はねいつも毎回野菜でも何でもやって説明してますけど、あまあ毎回同じなんだなってことね、うん、だいたいこう取っていってまあ形状を描いてね、でシルエットができれば、うん、いいですよね、うん、はい、今また右サイドを溜めたんで今度あごめんなさい左サイドを溜めたんで右サイドをもう一段送っておきましょう、うん、ですね、ちょっと輪郭線もね、少し押さえていってあげるといいでしょうね、うん、もちろんあのこういう、基準の線ですよね、こういう輪郭線せっかく取った輪郭線がねなくなっちゃうことやってはダメなんで気をつけてください。なくなっちゃうこといかないよね、ただもうギリギリまで落ち着けて、いっちゃっていいですよね、うん、ギリギリまで落ち着けて、ただ今のところは何を書いてるかっていうと、形状を書いて明暗と前後とね、うん、前後関係と、まあ、形状ですよね。なんでとにかく色を全く無視してることが大事なんで色を完全に無視していってください、うん、色についてはね今何もやってないですよ色はね、うん、角が丸いなとかちょっとへっこんでるなってことね、うん、でこれみんなやらないんで、みんなこのドールとか一生懸命やりますけど、ここがちょっとへっこんでるってことはやらないんですよ。なんでどっちかって言ったらそのちょっとへっこんでることをやった方が、なんていうかな、差がつくってことね、うん、あのその人しかやってないみたいな感じになりますよね、うん、これはみんなやるんでね、うん、だからみんなやるところはやってもそんなにこう目立たないってことで、みんなできることをやってもね、うん、みんなが気づかなかったことをやってあるとあいいなって感じになるってことです。じゃあちょっとね順次送っていって輪郭線をいよいよね少し消していきましょう、うん、今日はもちろんねロゴがあるんでねあの色のことも割と早めにやるんですけど、
ただ色からやっちゃったりしないってことをね大事にしておいてます。うん、これまだ B でやってますからね。うん、あとね、ここもね、怖がってると、ここに白いのが残っちゃうんで、ここもね、突っかけて、こう、はみ出しちゃっていいですから、うん、影をやるときはね、うん。立てて軽くですよ、うん。寝かせたくなるんで気をつけてね。立ててね。立てて軽くですよ。これ寝かせたくなるんでね。はい。うん。ですね。じゃあ今度は右側面さらにね折っていきましょう、うん、ただちょっと色をね説明してロゴのねこの枠線とかも入れていきましょうね。ちょっと皮切りになるところですね、まあ、ここは出してもいいだろうってやつね、うん、ここは結構濃く入れちゃってもいいよねってところからね、うん、そうですね。ここでちょっと丸まるんでねこれを気をつけてね。ここからちょっと上がりますよ、うん、で今これ B でやってるんでね あんまりこの濃くして奥の方ね濃くしちゃうと出てきちゃうんで奥の方っていうより前後を出していく感じですね。これでね前を決めていく感じ。これ半々割りで、上にアレルギー表示のリンゴっていうのと書いてあるんですね。で下は枠線になってて、うん、こんな感じで、うん、ちょっと上でいいかな。これちょっとやりすぎですね。ちょっとこれ落としすぎたんでね、もう少し戻しますね。うん。うん、こういうところに入ってくる線もこれに全部基本的には平行平行でね。あ、すいません、また斜めになっちゃいました。これね、うん、これね、ちょっと D だけ取ってみましょうか。うん、D だけね。まあドールと入ってるわけですね。ちょっと多分もう読めないレベルなんでね。うん、まあこの角度を合わせるってことね。うん、はい、ここに今字が入ってきます。で、まあ、ぼっちがある感じですね。ぼっちはこの上ぐらいですね。ちょっともうちょっと右でしたね。ちょっとぼっちだけね、目印でね、ちょっと取っておきましょう。うん、これ丸ポチなんで、それを、側面で見てるんで、少し縦長の形になりますね。うん、で、字がここに並んできます。うん、並ぶんだけど並びがこう上がって下がってみたいなね、ちょっと歪んでるんですよね。上がって下がってって感じね、うん、これはねちょん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 ってやる感じでねいいでしょうね。はい、ちょっとロゴを拾っていきますね。印刷のね、ロゴというかこの印刷の、うん、プリント物を拾っていきましょう。これでねちょっと B で前に出していきますね。まあ、ここにもドールとかね、これはもう入んないですよね、うん、200とかね、うん、で、ここの着地を入れてあげて、うん、まあもうここはね角なんでね、こっちよりも、あ、ごめんなさい、ずれてました。こっちよりもこっちをね前出してきて、で、ここが一番大事ですからね、頑張ってね。で前をね稼いでいきます。こういうのにね、負けないようにね、角の表情、角の
丸まりのところが負けないようにして、うん、この角っこのぐっと暗くなる稜線なんでね、これね、これが稜線ですよ、まさにね、うん、稜線はとにかく強めに、うん、分かりやすくねやっていってください。うん、はい、でこれちょっと前の稜線聞いたんで、こっちの稜線もねちょっと強くしていきましょう。うん、ちょっとこの色の違いもね拾っていって、うん、白より赤の方が濃くて、まあ、赤より青の方がさらに濃くてってことですね、うん、でこの赤の色とかはプリントなんであんまりタッチが出ないようにしてね。でここは折り目のところなんでね、着地の影ですので着地の影をしっかりくっつけて作っていってください。でここに細い白抜きが入ります。でここにまた着地が入って、でここにまた影が入ってきます。ここで、一回ね、厚みの線がこう出てきます。これもねちょっとね分厚くね描いちゃってね、こんな感じですね、分かりやすくね、うん、こんな感じで、うん、ちょっとここへっこんでるんで分かりやすくちょっとへっこませてあげて、で上に向いてくる感じですね、少しね、うん、まあ、上には向かないですけどね、まあ、こっちの上向き面の方が原則明るい感じね。で今これ左側面出したんで、今度は右側面のここの稜線を拾っていきます、はい、ここでねキュッと曲がるんでね、ここをとにかくねちっちゃくちっちゃくねしっかり丸めてあげることですよね。ここ時間使うところなんでね、うん、このね中盤線でしっかり入ってるともうやめてもいい感じなんでね、この時点でこのね字ばっかりグリグリって書いててもね、全然良くならないんでね、あと夢中で字書いてるうちに字も崩れてきちゃったりしてね、さっきの方が良かったみたいになると書いてて嫌になってくるんで、ああもうなんかつまんなくなっちゃったなってなっちゃうんでね、うん、まあそんな大して進まなくていいんでね、うん、大して進まなくていいんで、なんかこの後描きたいなっていう感じにね、することが大事です。ちょっとシルエット出していきましょうね。シルエット、ごめんなさいね。ちょっと引きますか。うん、ちょっとこれでシルエットね、出てきますよね、うん。ちょっと中の方も色を軽く折っていきましょうか。うん、そうですね、うん。ちょっとシルエット、それぞれのね、シルエット。どう出していきましょうか。ちょっと試しにね、うん、入れてあげる感じですよね。これとかね、うん、まあまあ じっくりね、ここだけやるかみたいな感じね。これ前なんでね、こっちが後ろでこれ前なんでね、うん、とにかく慌てて片っ端から塗ったり、字なんでねもちろん左から書きたくなるんですけど、こっちとこっちだったらこっちが前なんで右から左に書く感じですね、順序としてはね、うん、絵なんで気をつけて、勉強してるわけじゃないですからね、気をつけて、まあ、これちょっといこうかなとかね、うん、少し鉛筆が尖ってないとね入らないんで、鉛筆が、ちょっと尖らしていってあげるといいかもしれないですね、はい、この、リンゴの赤いところも書いていってあげて、リンゴの赤いところのリンゴの形に合わせたってしないようにしてね、プリントなんでね、今日はね本物のリンゴではないですから、ひたすら真っ平らにして、しかもつるっとしたね、プリントなんで、つるっとつるっとね、うん、実際のリンゴの形に合わせてこう丸めたりねしないようにしてください。はい、じゃあちょっとこっちも消していって、うん、ここら辺はちょっと白抜き地が入ってくるんでね、うん、濃縮還元なんてこんな全然読めないですよね、ちょっとチチチチって感じでね、うん、少し字を取っといてあげるといいかもしれないですね。白抜きなんでね、ちょっと軽くやっといて後から、抜いていく感じですね、まあ、並びだけね気をつけて、入んなくなっちゃった、うん、もうちょっとこっちですね、あ
作る。ここに果汁 100%。 これぐらいですね、はい、ちょっと目印をつけるくらいでいいですね。あとまあ緑がちょっと濃いんで、うん、で軽く当ててみるってことですね。軽くね、うん、こんな感じでね、うん、はい。そしたらここにちょっと品名があってまあリンゴジュースとかね書いてありますね、うん、これもまあねちょん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 でいいですね。こちゃ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 ってやって、なんかこう字が書いてあったろうなって感じでね、うん、流して落書きしちゃってもいいんだよね、うん、製造者、うん、字が書いてあるんだけど字の並びを気をつけることですね、うん、点点点点って書いてある間にね、これが落っこっちゃったりするんでね、しっかりこう並べていく感じですね、うん、この並びもねちょっとこう位置を気をつけて、ここからスタートしてこう並んでいって、このぐらいだなと、奥まで行ってんのか行ってないのかね、はい、これぐらいでいいかな、はい、うん、そうですね、もう一回床をやっときましょうかね、うん、ここはシルエットを出していきましょうか。ここはアレルゲンという、うん、少し鉛筆が尖ってないと入らないんでね、今ちょっと丸まってきちゃったんでこれぐらいにしておきますね、はい。じゃあこれで中盤線はいいかな、うん、ここからちょっとね片鉛筆に変えていきたいんでね、片鉛筆の方はじゃあセクション3でねやっていきますか。そうですね、ここの色の違いぐらい欲しいかな、うん、これだけやってみれば、うん、これだけね、この葉っぱマークをちょっと取っといて、これぐらいですかね、うん、はい、こんな感じでね、とりあえず第2段階で、まあいつも通りね、まあだいたい輪郭線がなくなってくるぐらいなところまで行って、まあこの細かいね、線のところはちょっと見失わないね、まだギリギリ残ってるぐらいですね、こっからちょっと片鉛筆で締めていくんでね、うん、消さないように気をつけて、ただ、この時点でもう一回ね、ここの前とかはちょっと B でこのね少し前出してあげて、前ですよって感じで、例えばこの緑のとことかここも赤くてすごい濃いですけど、まあ、実際はね、ただまだ全然起こさないで、こっちが前ですよって、いつも通り前後関係の方が大事なんでね、あ、ここが前出てるとこう掴めそうな感じになるんで、前出てる感じっていうのをしっかりね、出しておいてください、はい。そうするとね、あ、こうなんか弱いけど、まあもうこのうまくいきそうだなみたいな感じでね、うん、この続きを早く書きたいみたいな感じになるんで、まあ、少しブレーキをかけてね、あんまり慌てないで余力がある感じでやってあげると、ロゴも崩れたりしないんでね、うん、ちょっとロゴを締め直すときはかなり丁寧にねやるのと、鉛筆をかなりよく尖らしておいてください。今日は細かいロゴなんでね、はい、そこを、注意してやってみるといいと思います、はい。それではね、ちょっとこれで、まあ、今日細かい作業なんでね、お茶でも飲んで一休みして、最後のねところに集中を高めて、いよいよエンディングに入っていきましょう。ではまた。